この事業は県と JR 東日本、西日本が連携して行うものです。今日は富山湾で水揚げされたばかりのカマスやノドグロ、キジハタなどを詰めた8箱が午前9時22分発の白鷹に積み込まれて発送されました。積み込みに時間がかかるため、金沢駅発の新幹線が使用されますが、朝どれの新鮮な魚介類をその日のうちに首都圏の消費者に届けることができるようになります。県では新しい販路の開拓につながると期待を寄せています。これまでですと一般的にはトラック輸送ということで、今朝どれの富山の魚は翌日、次の日に東京都ですとか首都圏の方に届いておりました。今回はこの新幹線を活用することによりまして、その日のうちに首都圏の皆様方に味わっていただくことが可能になるのかなと思っております。県内の事業者様の皆様がこういった新幹線を使うという手段で新鮮な魚を届けるということをぜひ活用していただいて、今後のビジネスにもつなげていただければ幸いかなというふうにも考えております。発送された魚は夕方には首都圏の小売店の店頭に並び消費者に届けられます。このモデル事業は来年3月下旬まで実施される予定です。